やめるんですか？ああ、これでいい。どうです？あの家権運用、天下の劣化をあんな風に無効化できると知らなかったでしょ？家権？ああ、当時私たちが使ってた格闘術の家系ですよ。機会は多くありませんし、あなたが相手だと隙をつかむのも難しいです。まだやりたい？いえいえ、もう十分です。これで私が本人だと信じてくれますよね。ああ、君はここにいる。これを君に返そう、フワ。まだこれが目的だと言っていませんでしたが、私の考えがよくわかるんですね。ありがとうございます。これからどこに行く？わかりません。まずは自分自身について整理をしてから考えようと思います。返さなければいけない恩がありますし、世話が必要な仲間たちもいます。それに、崩壊のことも。これから共に戦う機会もあるかもしれませんね。ヨルムンガンドに入る？遠慮します。そもそもあなたがいつ戻ったかすらわかりませんでした。オットーに、バン！その後のことは何もわかりません。羽に聞いてみるといい。彼女が教えてくれるさ。ん？ええ、そうします。ヨルムンガンドに入るのはやめておきます。あなたの部下になるくらいなら、自分で組織を作ることにします。そういえば、昔、退去派を作った気がしますが、まだ存在してるのでしょうか。わからない。ゆっくり思い出さないといけませんね。それもいい。ヨルムンガンドには、君に会いたくない者も何人かいるだろう。崩壊を倒す前に死なないでくださいね。そうだ、一つ伝えておきます。ここに来るように私に伝えたのは、彼と同盟を結んだようですね。彼のことはあまり信じない方がいいと思います。私をここに向かわせたのも、何か企みがあるに決まってます。ああ。オットーは私とケビンが共倒れになるのを待って、自分が漁夫の利を得るつもりだった。そんな手口で私を騙せるとでも？ほら、私はこうも簡単に羽を奪い返した。罠？ありえない。さっきの手合わせをあなたも見たでしょ？ケビンが私よりも都政の羽を理解することはありえない。でも、他の羽と違う。封印がかかってる。本気を出す。
エネルギーがもうすぐ尽きる。ケビンのやつがあなたをこんな風にしたの？動かないで、力を渡すから。形を保つのも精一杯なのに。このままだ通りで、ケビンはあなたを封印した。これでよし。戻ってきなさい。あなたは何者ですか？私はあなたの持ち主です。ああ、記憶もほとんど消えてるみたい。どんな状態でも私の分身です。こんな風になったあなたを見ると、少し辛くなります。私が、分身？ええ。あなたは都政の羽の一枚です。私が自分の人格と思考をコピーして作った個体です。なぜかあなたはケビンのところにいたので、私は死んでいましたので詳しくはわかりませんが、あなたを奪い返しました。理解できましたか？理解できたのなら戻ってきて、力と記憶を私に渡しなさい。死んだ後の出来事を知りたいんです。なるほど。あなたはあの時の。おっと、余計な真似をしてくれましたね。何をブツブツ言ってるんです？彼に殺された瞬間、その瞬間、私は都政の羽の大ゼロ低角出力を発動し、自分の意識を一枚の羽に移し、空の律者の存在を制圧しました。ん？そういうこともあったみたいですが、確か。あの体は捨てられたもので、中に魂は入っていません。何が言いたいんです？私はここにいます。あなたは何者ですか？ご覧、いい景色でしょ？高いところは好きじゃないです。高いところから見ると何もかも小さく見えて自信過剰になりがちです。でももう少し上へ行くと、雲の上だと、日差しも空気も気持ちよくて、見渡すと白い雲ばかり。そうだ。あなたには見えますか？あなたは実体がありません。その目はどうやって情報を取り込むんです？そういえば、私の話は聞こえますよね。鼓膜はありますか？聴覚はどういう仕組みで動いてます？都政の羽の力です。ふーん。便利ですね。わからないことがあったら、都政の羽のせいにすればいいなんて。例えば記憶、私の脳にあるはずですよね。あの時、七人の弟子たちに頭をやられてから、多くのことを忘れました。でもあなたは羽の中にいて、脳というものがないのに、あなたの記憶はどうなってます？多分答えは都政の羽だと思いますが。そうだと思います。羽が弱った時、私もいろんなことが思い出せなくなりました。それです！
ケビンのところにいた時は羽も剥げかけていたから、きっと記憶も損傷を受けています。もしくは、鍵となる何かが壊れてる可能性があります。だからあなたは自分のことを羽ではなく、自分が本人だと思い込んでしまった。理解はできます。意識の転移やコピーは、自己認識のミスにつながりやすいです。オットーも私も同じようなことがありました。そのうち治ります。大丈夫。私が協力します。何せあなたは私の分身。私たちは姉妹みたいなものですから。よく考え納得してから力を私に返しても遅くありません。はあ、あのオットーにさえ羽を渡したんですから、一枚くらい気にしません。私と一緒に行きましょう。一人だと退屈ですから。どこに行くんです？大巨山に戻りましょう。ずっと黙り込んでますが、大丈夫ですか？気分が悪いなら、私から好きなだけ崩壊エネルギーを吸収していいんですよ。せっかくあなたを助けたんです。消えて遠慮します。勝手にしてください。理解できません。何がです？どうして私にそんなに敵意を抱いているんです？私はあなた、あなたは私。私たちは二人で一つ。だからあなたは私の、私は。自分こそが本物とか言わないでください。今は機嫌が悪いんです。気づいていないかもしれませんが、あなたの状況は正常ではありません。それで？続きを言ってみなさい。あなたは本当に不可ですか？私が見る限り、あなたは彼女に似ていません。むしろ、全く違います。彼女の記憶を持っているかもしれませんし、彼女の体の中で目覚めたかもしれませんが、あなたは、全く新しい存在です。ふっ！何バカなことを言ってるんです？私には彼女の体と記憶があります。私が彼女でないのなら、むしろおかしいのはあなたの方です。羽のくせに、自分こそが本物のように振る舞って。あなたはいつも子供を見るような目で私を見る。私が気づいていないとでも？私のことなら心配はいりませんよ。自分のことだけ心配してください。でも、あなたは一点だけ正しいことを言いました。ええ。昔の自分に束縛される必要はありません。今の私は、新しい私です。かつての自分を真似する必要がどこにあるのです？私は自分らしくすればいいのです。あなたは過去の私。そう考えてもいいかもしれません。過去の私はそんなに良かった？そうでもないでしょう。ほら、私の友人。彼は過去に束縛されたかわいそうな人。メイ博士が死んだ時から、あなたと彼はそっくりです。たかがメイ博士のためなんて。そんなの割に合います？彼女は、ケビンは人類のために戦っています。彼の覚悟はそんな簡単なものでは。人類のため？どいつもこいつもそればかり。例えば彼、人類のためだとばかり口にしてるけど、本当は死んだ女のためです。彼とケビンの同盟を知った時はびっ
くりしましたが、よく考えたら似たもの。彼のことはいい。一応彼に助けられたんですから。なぜ私に彼らのことを見せたんです？そうしたいから。そうする力があるから。都政の羽は便利だから。それ、私がそうしたかったからです。過去の私。この恩知らずは死にました。思い出すのが面倒ですが、あなた、彼女は死にました。覚えてないですが、私が殺したわけじゃないみたいですね。はあ、昔の私は。彼女たちが憎いですか？覚えてないなら憎しみもないでしょ？ただ、人を殺したら命をもって償うというのは当たり前です。死んでもらって当然です。ようこいかんというのはこういうことですね。もう同じ過ちは犯しません。セーフレイヤー、もう亡くなって、わかりません。彼女たちは今どうしてます？わかりますか？現在からある時点までの記憶が欠けていますが、その以前のことなら教えられます。うん、歩きながら話しましょう。一つ質問しても？どうぞ。どうして大巨山に行くんです？あそこに新しいものはなく、何年も前に人々から忘れ去られています。実は、私は目覚めたばかりです。わかります？何もわからない。頭が真っ白です。まるで生まれたばかりの赤ん坊です。赤ん坊に未来100年の人生計画を作れと言えますか？でも私は計画をしました。だって仕方ないじゃないですか。私は不可ですから。不可にはやるべきことがあります。わかっています。ですが、やる気が出ません。逃げていると思われても構わない。確かに私は逃げています。自分の記憶を思い出すのも怖いです。でも時間も敵も仲間も待ってくれません。この事実を、自分自身を受け入れて不安にならないと。家と呼べる場所に行ってみたい。帰巣本能かもしれません。そこに行ってみて、帰る場所があると分かれば、自分のことを受け入れられると思います。え、これもオットーのものでした。私の記憶の多くは他人からもらってるんですね。昔のやり方は気に入りませんね。あなたが私を見下してることも知ってます。あなたが心配です。心配するようなことはないでしょ。今までにない最高の状態です。悩みも心配もなく、目覚めてから初めて自由に感じました。そして私は自分が誰か分かりました。私は不可。それだけです。この大巨山は私の故郷。ここの何もかもが馴染み深くて、新鮮で。この羽たちも、記憶たちも、私のものです。これが貴族意識。私は大丈夫です。
僕との婚約を履行しよう。僕が君を死なせたりしないことは分かっているだろう。天命にとっては私の生死もあなたとの関係もどうでもいいことなのよ。あなたの要求に応えれば私は司教がカスラナ家を操るための人質となるのでしょ。ああ、でもそれがどうした。表面上の婚約は今後もずっと表面上のものに過ぎない。大切なのは君が生きていることだ。カレン、君が生きていれば。生きるのは大切なことかもしれない。でも自分の心を裏切ってコマを演じるのは生きていると言えるのかしら。そうやって生きるくらいなら潔く死んだ方がいいわ。戻ってニコラス司教に伝えてちょうだい。カレンは彼の要求を拒否すると。これは彼女が自身で決めたと。天命のやり方には同意できないわ。天命がきらびやかな外見の中に隠した汚い考えにはもううんざりよ。私は決して己の命のために屈したりしないわ。カレン・カスラナは死を望むわ。これは私の戦い。そう、戦いよ。ああ、わかってるさ、カレン。本当に分かってるんだ。だが僕は君を死なせはしない。何としてでも君がどう思おうと、僕は君を死なせはしない。
ありがとう、私の偉大な発明家。お酒は持ってる？少し飲みたいの。一杯だけでいいわ。これは私が送ったワインかしら。いいわね。もしかしたら、どこか別の世界では。